げ締めの曲で弾いたホセマリンプラゼロという楽器でございます。でホセ、マリン工房、アントニオ・マリン工房、めちゃくちゃ、グラナダでは、グラナダだよね、グラナダでは有名な老舗という感じですかね。昔から親子代々やってるみたいな感じのところなんですけれども、そこの、一つのブランドですね、ホセマリンプラゼロです。でこれの兄弟分の楽器、僕もメインの楽器として使ってるんですけれども、やっぱり非常にですね、完成度が高いって言うとあれなんですけれども、まず音の跳ね返り、立ち上がりっていうんですかね、がやっぱり非常に素直にスコーンと出てくるような感じなので、これも弾いててめちゃくちゃ個人的には気持ちいい本です。やっぱりそのマリン工房の特徴としてですね、この仕上げがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。あと木目とかもすごい綺麗になっていて、これはもう一生もののギターにするのに本当にいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、タッチとか癖がすごく出やすい楽器なので、これはですね、多分持ってるとめちゃくちゃ上手になってくる、いい音が出せるようになってくる、そういう楽器なんではないかと思っておりますので、特におすすめの1台であります。この後どういう風に育っていくのか、めちゃくちゃ楽しみな1本ですね。欲しい、これめちゃくちゃ欲しい。はい。